はい、今回もいきなり始まっちゃいます。ドーン。これ最近はあんま見なくなりましたよね。理容室の前にあるカラフルな棒ですね。先に正解言っちゃいます。ドーン。サインポールって言うんですね。しっくりこない&へーともならなくて、こっちがびっくりしてますわ。これ実は理容室を示していて、赤、白、青の3色の模様で構成されてるんですね。3色である理由としては4つほど諸説があるんですが、それも定かじゃないんですね。そして驚くことに3色のサインポール、これ世界共通のマークであるとも言われてるんですね。まあ、少しでも気になる方はメルカリでもね、いいやつ10枚ほどで売ってるんで、ぜひお買い求めくださいな。はい、次はこれです。食パン食べるときについてはですね、超かっこいいです。これバッククロージャーって言います。ブラッククローバーはここから来てるんですかね。なんと来てないんですよね。こちらの商品の歴史について簡単に説明します。今週の土日何しようかなーって考えながら聞いてくださいね。1952年、包装機械事業の経営者パクストン氏にリンゴ生産事業者からリンゴを袋詰めにした後に袋の口を簡単に閉じる方法はないかとの依頼が来ました。彼は移動中の飛行機の中で小さいポケットナイフとプラスチックの破片を使ってじっくり考え、アイデアを形にしました。これが原型でここから広がっていったということですね。ちなみにバッククロージャーではバッククロージャーニャンコという強そうなニャンコを簡単に作ることができますので、実際に作ってみましょう。こちらです。なんですかね、猫耳が太い眉毛に見えるからなんですかね。なんともね、夢に出てきそうなんだよな。ただいまね、飼い主を探してるみたいなので、もしパンにバッククロージャーがついていない方がいましたら、すぐにこちらまでご連絡お願いいたします。バチコーン飛んでいきますんでね。これはどうですか。みかんじゃなくてこいつです。この白い毛みたいなのね。正解はアルベドって言うんですね。由来は白さ、白いことを表すラテン語アルベドのカタカナ表記だそうですね。でこれあんま好きじゃなくて、どれ人もいるんじゃないでしょうか。でもちょっと待ってください、こいつねめっちゃ栄養あるんですよ。具体的には果肉の4倍の食物繊維とビタミン P の一つエスペリジンによって血流改善が起こっちゃいます。まあそれによって冷え性や中性脂肪低下、血圧改善、肌質の改善など、なかなかにパワフルな毛なんですね。パワフルも求めてますでしょう。もしね、あんまり好きじゃない人がいたら取ってあげるよ。よし、取れた。ほら。あーん。なんつって。相手からしたら嬉しいし、自分はエスペリジン摂取できるんで、みんな幸せハッピーライフですね。まあ、ついでに僕のチャンネルも登録していただけたら、もうなんか、かわいい、にゃんこをプレゼントしちゃいますわ。ってことで以上、バッククロージャー開発担当の岩ちゃんでした。おっと、最後に一つ忘れてました。こちらなんていうかご存知ですか？ほくろに生えた毛。それは、妙に言わなかったんだけど、太かったかった。生えているのが異性に見られると少し恥ずかしかったり。そんな彼は最後にどんなかっこいい名前を披露してくれるのか。ほくろ毛。なんですね。ちなみに、マイナビが女性に聞いたアンケートでは、4割がほくろに毛が生えたことがある。と答えたそうです。いや、何の話やねんこれ。ということで次回もやっていきますんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。岩ちゃんでした。